はい、遠野栄です。それではあ、歌詞から考える映画、二十歳に帰りたい。今日はですね、第三弾として、えー、恋をしちゃいけないという挿入歌、こちらから考えてみたいと思います。で今までは男視点だったんですね。で男視点で、えー、青春について歌われたものが2曲あったんですけれども、今度は女性の視点です。 ヒロインの山根飛鳥の視点で歌われるもの。これがこの恋をしちゃいけないなんですね。で、えーまあ、なかなかの試練を感じさせる歌なんですよね。で、私自身もさっきこの,の彼女が歌ったとされる歌を朗読してみましたけれども、えー、何回かあの、つまずいてしまいました。簡単に読めなかったです。 え、ぐらいに、まあ、男の私ですから、あの、なかなかですね、自分の実感としても語れないんで、まあ、難しい、えー、動画になると思うんですけれども、ただこれがですね、今回のメインテーマ、ーこの愛のやり直しに、大きく関わってくる歌ではないかと。しかももちろん、これを作詞作曲されたのは、大川隆法総裁ですから、そこに、えー、総裁の見心があるということですね。 じゃあ、それで、ええー、まあ、やっぱり5つぐらいのパラグラフに分けながらですね、考えていきたいと思いますえ。恋をしちゃいけない。最初は辛さに関する詩が出てきます。ああ、本当のことを言えないってこんなに辛いの本当のことを歌にでもしてあなたに伝えたい。でも、ことの歯に表すことがこんなにもこんなにも辛いなんて。 ということで、えー、本当のことを言えない辛さが出てきます。で、寺沢は今、あ神との約束をしながらですね、えー、愛のやり直しをしに来てるので、まあ一つ、人には言えない戒律を授けられてるわけですね。30歳までは結婚しちゃいけないと。えー、恋をしちゃいけないわけですよね、えー。だから寺沢が張ってる一種のバリアみたいなもの、まあ、買い,買いたいとも言いますけど、 それがあって、このアスカはですね、好きだと言えないわけですよね。思い切って言ってみても、このなんかこう、なんちゃってっていう感じでしか言えないわけですよね。で、言えない苦しさがすごくあるんだけれども、逆に、じゃあそれを歌にして、これでそれを言ってしまおうとしたら、それを言葉にするとやっぱり辛いと。いうことで、 論理は矛盾してますよね。言えなくて辛いし、言っても辛いと言ってるわけですから。論理は矛盾してるんですけれども、感情は嘘をついていない。本当にそう思ってる。まあ、この辺に一つの女心を解き明かす、まあ、木があるのかもしれません。えー、論理じゃないんですよね。え、感情の世界ですから。そして、二つ目、え、これ疑問が出てきます。 ねえ、神様。どうして意地悪をするの私が彼を好きで、彼が私を好きだってことは、お互いにわかっているのに。どうして真実を言ってはならないの私は何年も彼のその言葉を、ずっとずっと待っていたのに。なぜ恋をしちゃいけないのその恋を言葉で表しちゃいけないの彼は頷くだけでいいのに。なぜそれが、 そんな単純なことさえできないの。ここでですね、もうこのアスカはですね、現実のアスカではないと思うんですよね。だって現実のアスカは、なぜ寺沢があそんな自分のこと好きなのに何も言わないのかわからないわけです。でもここで、この詩の中ではもう神様とそんな起き手がですね、与えられてると。 神様からとの、神様の約束ですね。これが与えられていることを知ってるわけですね。知った上で疑問を提しているわけですから。えー、だからまあ、ここではもう本当に、いわゆる女心そのものに迫ろうというようなアプローチを感じるわけなんですね。バーチャルなアスカがもう女心そのものになって歌ってる感じ。で、えー、お互い好きだと分かってて、どうしてそれ好きって言っちゃいけないのか。まあ 言ってみたら当然のことですよね。これは、要するに神が、ああ、寺沢に与えた、この代償の法則そのものに抗議してますよね。青春をもう一回生きるためには、その起を守らなきゃいけないという代償の法則。なんでそれ、そんなことを守らなきゃいけないのということを、まあ、通ってるわけです。だから、寺沢は一種のこう、武道者の会みたいなものを、 の中にいるわけですよね。で、えー、ストイックに生きようとしている。でも、まあ、それ、どうしてこういう好きなのにそんなにストイックにならなきゃいけないのか、という疑問をですね、女心から発してるわけであります。これ、永遠のテーマじゃないかと思うんですよね。例えば、これと似たようなテーマは、えー、鏡川隆二シリーズの永遠の京都でも現れたと思うんですね。お互い好きなんだけれども、 大文字焼きを一緒に見ることすら、川見川隆二は、ああ、拒絶するわけですよね。えー、それはあ、今ストイックに行けなきゃいけない時に、女性とこんな風に恋愛にかまけてるわけにはいかないということですよね。本当は好きなのに、どうして近づいちゃいけないのか。でも、おじゃあ何でもありっていう人をですね、この、お アスカが好きになったかというとそれもまた違うような気がしますね。やっぱり高みを目指してストイックに努力しているからこそ感じる魅力というものが一方にあってですね。でもその何かこう解体のようなもので遮られていることに対してどうしても疑問が止まらない。まあ、そんな女心が歌われていると思います。 だから、ここはもうなんか異質なものが結合しようとするときの一つの生みの苦しみみたいなものが浮かんでくるんですよね。だから男性と女性ってもう犬と猫ぐらいに違う。で、その異質なものがしかし引き寄せられて、異質結合でイノベーションが起きて新しいものが生まれるという原理があるんですけれども、男女の間にもそういう異質結合が今起きようとして、明らかにこの異物と異物がですね、 え、この近づいて一つの葛藤が生まれてる感じですね。そして次に女心そのものが歌われていきます。私のことを未来に描いてほしい。未来のことは言葉に表して約束をしてほしい。それが女の子の本当の気持ちでしょうということで、まあ、私と一緒になるという約束を言葉でしてほしいと迫ってくるわけですよね。 だから彼女にしてみたら許されないからこそさらに激しく燃え上がる恋の炎というものがあるわけですよね。で、でも、この許されないからこそ燃え上がる恋というのは青春期に特有なものであるように感じるわけですよね。ロミオとジュリエット。これもまあ、シチュエーションは違いますけれども許されないがゆえに燃え上がる恋ですよね。あるいは宮本武蔵とお通の間にもですね、武道者と 剣の武道者とそれを慕う女性の間になかなかこう一緒に結ばれないというもどかしさがあるわけですよね。だからこそ燃え上がるという面があると。だここにも永遠のこの青春の葛藤があるように見えるわけであります。だから、まあ逆に言うとこのアスカが物分かりのいい娘でですね、まあそういうことであれば私はしばらく我慢するというだけの人であれば、まあ これは大きな問題にはならないんですけれども、逆に文学的なドラマにもなりにくいというか、このドラマチックになりにくいと。えー、救世主にどうしてあんな風なユダとかですね、台場だったとかですね、そういう風な、まあ、物的とも言える存在が現れるのか、しかも近しい存在に。それについて以前、岡総裁はですね、一見そう思えるけれども、実はあのドラマの中に、 そのドラマが語り継がれることで、後世に長く伝わるという力が生まれてくる面があると。だから、ハッピー、ハッピーのだけの物語ってそんなに面白くないから、そのドラマは誰も見ないと。ここに、この一つの葛藤が現れること自体でですね、まあ一つ、光が遠くまで伝わるという、まあ、う逆説を解かれたことがあるんですよね。えー、まあそういったものもちょっと感じます。 でも、まあ、決してこの、女心を持った、あこのアスカがですね、じゃあ、悪魔なのかというと、そうでもないんですよね。えー、人間としては十分に共感できる、普通の女の子、可愛らしい女の子であって、まあ、そこに女心っていうものがあって、じゃあ、その女性の菩薩とか如来に、こんな女心がないのかと言われると、いやどうも高次元に言ってもこの女心の問題、 えー、これはなんか残りそうな感じがある。まあそういったことをたくさん事例として我々はですね、まあ見てきたような気がいたします。さらに、この女心は迫ってまいります。何を恐れているの本当の愛の神なら、彼が私を好きだと言ったぐらいで嫉妬するはずないじゃない。だから一言告げてほしいの。好きだよと言ってもいいし、 愛してるって言ってくれたらもっと嬉しい。結婚して欲しいと言ってくれたら、私の未来が蒸発しても幸福なのに。これドラマチックなヒロインなんで、強いですよね、思いが。えー、で、えマスカは明らかに抗議してますよね。で、愛の神だったら嫉妬しないはずなんだと。この愛の神は女神なのか、それとも女神なのか。うん どちらにでも解釈はできるんですけれども、その、えぇ、ー、寺沢が、アスカがこのことを好きだと言って女神が嫉妬するという面なのか、うん、ちょっとこれはどちらにもあり得るかもしれませんが、えー、ただこの詩を書いてるのがエルカンターレなんですよね。えー、まあ、それがあ不思議な不思議なところであります。そして最後、神に抗議していきます。ねえ、神様。 恋をしちゃいけないの私にはわからない。人には待てる時間とそうでないものがあるのよ。今がその時、今しかないのよ。どうか真実を伝えてください。愛してるわ、愛してるわ、愛してるわ、恋してるわ、どうか恋をしちゃいけないなんてもう言わないで。だから、寺沢に戒律を授けた神に抗議してますよね。えー でその解を解いてほしいというふうに、まあ、願っているわけであります。ださっきも言ったように、これはもう、現実のアスカではなくて、この全てを知った上で女心はこんなふうに抗議してくるだろうと。まあ、そういうふうな歌に見えます。で、えー、じゃあなんで、この寺沢にこんな戒律が授けられたのかというところはですね、まあ、都市春という物語が あって非常に似てる面があると思うんですけれどもこれは芥川龍之介が約100年前にですね書いた小説で中国の電気小説を3分の2ぐらいは芥川が創作してまあ書き直したものと100年前といえばですね関東大震災の2、3年前なんですよねだからまあいろんなものがこう世の中としても動乱期に入ろうとしてる時期じゃないかと思うんですが まあそのトシシュンはですね、結局神様、まあこの場合は、彼の場合は千人なんですけど、トシシュンを一人山の上に残して、私が帰ってくるまで何があっても一言も喋ってはならないという戒律を授けるわけですよね。それでトシシュンは、まあ自分自身がですね、この虎とか大蛇に襲われたり、あるいは神様に、怒った神様に、 えの突き、突き殺されたりとかですね。あるいは地獄に落とされたりとか、いう攻め具は耐え抜くんですよね。ところが、あ何を言っても喋らないトシ春ュンを見て、エンマ大王が怒って、で、えー、畜生堂に落ちているトシ春ュンの両親をつ捕まえてきてですね。で、鬼たちにめったやたらに打たせるわけですね。で、 打たれた母親が打たれた苦しみの中からなおも年春を気遣う言葉を出した時にもう我慢できなくなって思わずお母さんって叫んでしまうと。そう思ったら夢から覚めると。この辺が今回の映画と似てるところなんですが。まあ理不尽と思えるような試練を課してそこで一つの修行をさせると。で、まあでも、 修行するときに理不尽と思えるようなものを、解律を守らされるというのは、いろんな世界にありますよね。修行時代ってすごい辛いことをあえてさせられてですね。それによって何か鍛えられるものがあると。まあ、それと同じようなことになってるわけですよね。まあそういう中で、ただその試練として、この女心が現れてきて、これも強いわけですよね。だからこの試練が本当に 本当にこのクライマックスに向かってい、えー、くわけです。まあそういうことで、えー、まあ繰り返しますけど、これはエルカンターレがこの詩を書かれたということにですね、まあ、一種の驚きがあるわけですが、まあ、そこに何か青春の永遠の謎があるらしいと。えー、だから、もう要するに理屈ではないわけですよね。言っても辛いし、言わなくても辛い。 えー、で、お互い好きなのになんで言っちゃいけないのかという、まあ、疑問ですね。ある意味最もな疑問。で、女心としては未来の約束をしてほしいと言うんだけれども、おそう言えない、えー。だからさらに迫って結婚してほしいと言ってほしいと。で、抗議するわけですよね、神様に。えー、だから、愛のカルマを刈り取ろうとして、もう一回青春をやり直している男の前に、 この女心がですね、愛の試練として現れると。しかも単なる苦しみじゃなくて、そこにこの喜びもあるわけですよね。本当にお互い好きなわけですから。だからこの青春というのが、まあ、近くで見たら試練でしかないと。でも試練だからもう二度とそういう青春を味わいたくないかというと、やっぱり人はどんなお金を払ってでも青春をもう一回取り戻したいと思うと。 なぜなら、離れてみたときに、本当にダイヤモンドのような強い輝きを放っているから、ということで、この矛盾の中にある青春の喜び、青春の謎みたいなものがですね、この、テラサーの男の心と対局にある女心の方から投げかけられている、この歌ですね。これが最後のクライマックスに向かっていく重要な布石になっているというふうに思います。 なかなか難しい解釈ですね。えー、次は最終回、いよいよ、この最後のクライマックスの謎解きに、えー、挑戦してみたいと思います。ありがとうございました。